農林水産省の公表によると、平成30年の熱中症による事故が過去最多の人数となりました。マジかよ、熱中症怖えな。先輩！千葉君、恋と熱中症は同じだ。気づいた時にはもう手遅れだよ。でもね、熱中症は予防できるんだよ。いいか千葉君、熱中症予防で心がけることを覚えてるか。単独作業はできるだけ避けるんだぞ。それができない場合にもこまめに連絡を取り合うんだぞ。班長、もしもし、千葉です。元気です。定時連絡です。作業の前も作業中もこまめに水分を補給するんだぞ。喉が渇いてなくても水分や塩分を取るんだぞ。休憩もこまめに取るんだぞ。休憩は涼しい場所で取った方がいいぞ。気温の高い時間帯は避けるんだぞ。暑さ指数を見るのも有効だ。もしもし、おう、千葉君。はい。今日は暑いけど無理なことしてない？暑さ指数気にしてる？暑さ指数は28ですね。28か。激しい作業はちょっと危ないな。水分とかちゃんと取ってる？取ってます。この調子で頑張ります。気をつけるんだぞ。はい。最近では便利な熱中症予防グッズも出てる。熱中症予防グッズの活用も考えるんだぞ。パンツキウエアは風と気化熱によって体を冷やします。バッテリータイプで4時間以上稼働します。バッテリーの重さはだいたいトイレットペーパー1ロールぐらいで、さほど気になりません。クールタオルは濡らして使うと冷却効果があります。先輩！ねえ、チューしよう。に気をつけてね。